あれ？あ、抜かしてたな。壁にぶち当たった時の対処法。もがく。それがあんの。壁にぶち当たった時って、まあ私たちの場合は演奏がなんかこう、うん、こうなってたのか急にこう止まっちゃったって時ってことですか。もうそれは弾きまくるしかない。そう、私ね、大学生の時それにすごい悩んだことがあって、これ以上いかないってとこ、なんか何やっても変わらないなみたいな。でもそれみんなない。そう、絶対あるよね。でそれが抜けるとグッといく。それがね、例え話ですごいいいこと思いついたんですよ、うん、私思いついたって言い方あれだけど、植物と一緒だなと思って、うん、こうやっぱ植物ってこう根を張ってこう根が出て、うん、こう伸びてって花が咲くじゃないですか。で最初の時期ってぱっと見何も起きてない、うん、でもちゃんと下に下に根を張ってるから、で根が薄いとどんだけ綺麗な花を咲かしてもすぐ倒れてしまうと。なのでなんかこう目に見えなくてもがき続けてる時っていうのはその根を張っている時期なんだなっていうふうに思うようにしたことがある。いつの話？大学2年ぐらいかな。それすごい大人だよね。でも絶対壁はあるよね。あるあるある。あ、絶対なんか、まあ今演奏の話しかしてないからよくな、煮詰まっちゃうのよね、要は。そう。なんかね。うん。でもなんだろう。でももうとにかくいろんな練習をしてみる。やれ自分の録音聞いてみる。他の人の演奏を聞いてみる。レッスンに行ってみる。って言ってもう突破していくしか。しかない。ない。でもさ、例えばさ、今私たちで言うとさ、もう壁って多分音楽のことにしてかないからさ、私、うん、なんかいやあるよ。普段の生活大変じゃん。お仕事とかレッスンとか大変だけど、でもさ、なんだろう、そんなにある普段壁？壁？普通の生活において、プライベートにおいて、じゃあ仕事とか、まあ、レッスンはやっぱり音楽の一部、面では、うんうんうん、音楽と一緒だから、まあ、それはそうだなと思う。普段の生活だから、例えばさ、夫婦関係とか、あ、人間関係、あんま人間関係とか、人間関係で感じることはあるな。壁。え、乗り越えなきゃいけないこと？別に乗り越えようとは思ってない。壁も乗り越えようとした。放棄すると思って。どんな面倒くさい人間関係いらないと思って。そうね、そうね。間違いない。そうそうそう。だからその私すごいシャットダウンだからさ。あ、そういう感じねみたいなね。オッケー、バイバイ。そうそうだから、でも別にすごい冷たくするわけじゃないけど、うんうん、でもなんかあえて自分でかからろうとしない。なんか本当になんかごめんけど、なんかそれはごめんと思うけど、なんかなんだろうな、いや、あの親友とかだったら絶対別よ、それは、それはもう絶対助けに行くと思うけど、なんかね、そんな壁になるくらいの自分にのメンタルに、あの支障をきたすようなものは置いていく。ちょっとね、申し訳ないけど大変だもん、うん、自分のことで精一杯だから、うん、でだから結局、いや私もさ、だから今まで散々それで悩んできて、うん、真ん中に例えば入ってそれでもうぐっちゃぐちゃになっちゃって、こうがブクワーってなって、うん、なぜか自分だけ発疹が出るみたいな、なんかそういうタイプだったから、うん、壁にはぶち当たらない、避けていく。そう壁ができたら音楽以外は避けなーすみたいな。音楽はね、それはもう無理よ。うち超えないといけないところがある。超えないといいものできない。そうそうそう。悩み抜いて自分が責任を持ってやるしかない。なんだろうね、分かんないね。普段の生活って壁ない。うん、壁ね、あったかも。いやあるんだとは思うんだけどね。はい次。ピアニストとして一番嬉しかったこと。それはいろいろあるでしょうよ。舞台の上に立った時以外に。まあ、その舞台に終わった時とか立ってる時とか、いやでも声かけてくれるのが嬉しいですよね。そう、お客様の反応以外に嬉しいものってある、うん、まあでも自分が今の演奏うまくいったみたいなのはあるよ。ないじゃん、ほとんどそんなこと、うんうん、本番の中でうまくいったなんて絶対ないじゃん。 99.8
8% ぐらいないじゃん、うん、でもなんかほんとごくまれに100回に1回ぐらい、うん、今この曲うまくいったみたいな、うん、それは嬉しいけど、そのお客様の反応以外に嬉しいことってある？あー、ないまあその反応がね、なんかこう心が癒されたとか、そのなんか私もこの曲弾いてみたいと思ったとか、そう、あでもそれが一番嬉しいかな。私の弾いた曲を聴いて、あこの曲すごいかっこいいからいつか弾いてみたいって言って弾いてくれた時、うちの生徒だけど、がやっぱ一番嬉しいかな。それ以外にない。これ以上答えはございません。はい、はい、次。どの曲が、どの講義が好きでしたか、音大時代。何とった？え、果てしなすぎる、その質問。全部言った方がいいかな。どの講義？私多分ね、私の時規制なかったから、ほぼ授業とった。すごい。あの、もったいないと思った。東洋学とかあったな。あ、哲学のやつ好きだったな。でも問題の、あ、まあ、じゃあ音楽史が一番好きだったかな。音楽史か。ソルフェージュ苦手だったな。ソルフェージュね。ソルフェージュね。あとマセ。あ、マセね。ソルフェージュ、試験があって、あの歌の試験あるじゃないですか。で2曲からどっちか選べっていう、うん、で1個は三拍子の単純なタタタっていうののやつで、もう1個はタタタタタタタっていう風なちょっと流れのある曲で、で私あの山崎で、うん、山本さんと仲良かったんですけど、うん、私めちゃくちゃ練習してたんです三拍子のあのピアノの練習で行き詰まったら三拍子の練習してて、ついに「タータータカタカタ」のところをサウンド・オブ・ミュージック風に歌うことができるようになったんです。どういうこと？うん、で「ター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 タ」って言って歌ってたの、一人で。それを山本さんに披露してて、で「私この曲が当たったらそうやって歌うから」っつって言って、でそのページの試験って大体この前の人とで次の人が書いてるじゃないですか。そうね、うん、だから山本さんは私の試験を聞くんですよ、うん、で私が割り振られたのはタタタそっちだったっけ、うん、そっちだったと選ばれた時にっつって山本さんの方を見てで山本さんがタカタカタの方になったから出てね、ちゃんとそれミュージック風に歌った？山田先生、そういうとこあるよね。その人に押し付けるってところ。歌わないから誰が。誰がサウンドオブミュージックを求めてんだよ。それ試験どうなんだよ。だってさ、ソルフェージュの試験っていかに正確にリズムと音程歌うかだから。誰もサウンドオブミュージック求めてないから。はい、次。えっとね、作曲するとき大変だったこと。これは青空ですか？青空ですね。大変だったこと、歌詞つけるの大変だったな。それさっきじゃないな。でもあれ終始楽しかった。楽しかった。リモートでやってる割にめちゃめちゃいい、これ声みたいな。一生ね、なんか一番フレーズ取ってこれ絶対こっちの進行の方が好き。確かに確かに。なんかあれってこう、ここのブロックはじゃあ先輩、ここのブロックは私、真ん中がゆりちゃんで、うん、っていうかあれなんで始めたのかもう覚えてないけど、うん、まあこのコード進行みんな好きだよなところから曲で、このメロディーってこう、いや要は音が飛んで下がってくる動きはみんな好きだからみたいなので作り始めて、あこれ曲作れんじゃないないっていうすっごい適当な始まり方だったよね。ただなんか割と皆さんが好意的に協力してくださって、あんなたくさん写真とか送ってくださった頃めっちゃ楽しかったよ。楽しかった。で妹に協力してもらって、妹の生徒さんに歌ってもらって、うん、っていうところで、最終的にはすっごい力を入れたしめちゃめちゃ楽しかったけど、うん、最初はどんな気持ちって言われたら、お遊びだよね。遊びの延長でした、ね、作り始めたね。まあそんな感じで、はい次、はい次、
流れ早いな。アレンジするとき気を使っていることないです。だってアレンジっていうほどアレンジしてないもん。ただドミソをドミソって弾かないことかな。ドレミソとかポップスはね、ドミソドって弾く。ドミソって弾いちゃうと本当なんかこうやって、どうぞ山崎さんと。何か和音進行でただドミソって弾いちゃうと、そうドミソドーってこれが超一般的なのだとしたら、まあちょっと音を挟んであげると綺麗ですみたいな感じですね。ぐらいしか私はできません。なんかはい、左だと思うんですけど、あの右手まあいいです。はい、次。この人はすごいと思う、ピアニスト。メインすぎてわからない。でも、いっぱいいるけど、アルギリッチは本当にあれます。鉄人だなって思う。でもユジャワンとかさ、ランナンとかはもうあれは超人の域。すごいですよね。あれはテクニック的にどうなってるのか本気でわからない。本気でわからない。え、これ血通ってるみたいな。本当に人間この人って。この速さでこう弾いちゃう？どういうこと？しかも外してない？そういうこと？っていう、それはもうよくわからない。よくわからない。だからそのテクニックでいくのか音楽性でいくのか。で、私は割と結構韓国人のピアニストとか好き。チョソン人だとか、ソンヨルムとか、ね、泣けるし。うん、でもあのポーランドの人とかも、ブレハッチとか。あ、ブレハッチ、ブレハッチね、泣けるよね、うんうんうん。ま、でもちっちゃい頃本当にお手本にしてたのはブーニーとかアシュケナージっていうのすごくよく聞いてたけど、わかる。内田光子さんとか、 あとあのハリー元先生に教えていただいたんだけど、シュルシャオメっていう中国の、うんうん、女性のピアニストだけど、もう40歳ぐらいで、うん、50くらいでデビューみたいな人なんだけど、そのすごく中国が大変だった時代を生き抜いたピアニストっていうところで、なんか泣けるのよ。そのゴールドベルクがあの人のお箱だと思うけど、泣けるのよ。すごでもなんか、でも どうなんだろう。もうさ、その上げないと失礼っていうぐらいいすぎてわからないんだけど。わかるわかる。小山さんも好きだし、もうシフ好きなの。あー、いいよね。あとね、ちょっとね、お名前がね覚えてないんですけど、ブラジルのピアニストの方で姉妹、うん、男性で、あ、男性か、ごめん、知らない。そう、年配の方で、ベートーベンがね、ベートーベンに出た CD 持ってて、ベートーベンなんだけど、なんかすごいブラジルの香りがするベートーベン。面白い。すごい面白くて。すごい面白いね。そう、なんか。ちょっと、そう。は好きだ。ブレンデルっていう人に一時期ハマってて、祖父がウィーン行った時に CD をたくさん買ってきてくれて、それこそベートーベンシリーズ。うんうんうん。あれはめちゃめちゃ聞いてたかな。私も高校生の頃パガニーニのブラームスで弾いてた時によく聴いてたの。先ほどのパガニーニ。そうです、パガニーニでございます。っていうね、っていう感じですか。そうそう。はい、次。ピアノの練習法。そう、難しいの。でも頭使って練習する。それにつき、ね、何を練習してるのか、何のために今その練習をしてるのかっていうことを明確にしないと、いつまでたってもダラ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 やってることになります。そうなんです。自分の体験の話です。そうなんです。もう大学生の頃はね、もう10時間とか全然練習し、無駄な練習もしてたと思う。そうしてたけどね、もうね、10時間なんて練習してる時間ないから今。あのね、言われたのよ。あのね、そうやって間違った弾き方してる練習って間違うための練習だから。すごい耳が痛いでしょ。自分も言ってるの今。そう、本当に。まあ私どもこの間コンサートがあって、うん、私でも平日も朝6時半に家飛び出して
職場で練習させてもらって、昼も練習して夜も練習してて、平日でも 3,4 時間弾いて、土日8時間弾いてみたいなことやってたけど、まあ曲が多かったから、多分その中でも昔だったらもっと効率の悪いことやって、なんか同じことばっかり何かで何か弾いてみたいな。だけどもうあんだけ曲こなさなきゃいけないから、うん、今なんで私が弾けなかったのかっていうのを考えてから練習に臨む。で今何が欲しいのかとか、ね、どう弾きたいのかっていうことを考えながら練習するっていう。でも私もまだできてないと思うけど、すごく難しい。でも生徒にはそれを本当に言ってる。ただスタッカートやれって言ったからやらないでって。でいつもなんかレッスンでその練習なんでやってんのっていつも聞いてる。かな？なんかありますか？いや本当にそう、それしかない。だからその細かなさ練習方法、例えばこう弾きたいんだけどどう弾いたらいいですかっていうのは言えると思うけど、総合して練習時間が圧倒的に足りないんだから詰めるしかないってなった時に、いかに楽して弾けるようになるか考えながら練習したらいかがでしょうか。そう、はい、次でいいですか。はい、